心理学的にはね、孤独ってのは大きくまず2種類あると。認識をしてる人は孤独でも幸せなんです。幸福度高いんですよ。孤独な人が幸せに生きるための心理学ということで、孤独な人って多いじゃないですか。男の生涯未婚率がだいたい3分の1ぐらいを超えてるとか、孤独な人は多いということで、そういう人が困っちゃうんで、孤独な人でも幸せになれるんだよって話をしていこうかなと。今日ね、中身は孤独にはね2種類あるんだよ。で、孤独に自らなろうとする人がいるんだよって話。実は孤独じゃないのに孤独になろうとする人がいるっていうか、どんどん不幸になろうとしてくる人がいるんだよって話と、まあいい孤独、そう、孤独には2種類あって、いい孤独と悪い孤独ってのがあって、自分がいい孤独かを確認する方法もありますよっていうね。最後がそれでも孤独が辛い人はと、こう4本立てでねやっていきたいと思います。一番最初、まあ孤独って寂しいみたいなね、まあイメージあると思うんですよ。でだけど心理学的にはね、孤独ってのは大きくまず2種類あると。こう2種類って何かっていうと、まあ、英語なんですよね。ロンリネスとソリティウド、どっちも孤独って訳すんですよね、日本語だと。だけどロンリネスの方をいわゆる皆さんの思う悲しい孤独みたいな感じ、ソリティウドっていうのはどっちかっていうと良い孤独です。いい孤独なのか悪い孤独なのかを考えることがまず重要だよ。まずロンリネスの悲しい孤独ってのが、まあいわゆる一人が辛いってやつですよ。これで結局皆さん、私は孤独なんです、寂しいんです、一人ぼっちなんですとかって言うんですけれども、だけどもう一個孤独があるんだよっていうので、ソリティウドっていう、まあ良い孤独、一人時間を満喫できる。人間って結構一人でいることも実はいい面もいっぱいあるわけですね。やりたいことやれたりとか、そもそもの人の特性として、私は一人の方がいいんです、一人時間満喫できるんですってタイプなくせに、誰かと一緒にいないといけないっていう、なんか脅迫観念から一人でいるのが、なんか一人でいるのは悲しいんですみたいな感じに思い込んじゃってる人が多いんですよ。勝手になんか自分で自らロンリネスなんですみたいな感じになっちゃってる人が多いんですよね。ここの2つを分けましょうねって話で、本当は誰かと一緒にいたいのに一人ぼっちなんですで悲しいっていうロンリネスの状態なのか、そもそも人付き合いがそんなに好きじゃないから一人なんですっていう人もいるわけですよね。そんなに友達と飲みに行くのも好きじゃないから、だから結果として友達少なくなったから今一人なんですって人もいるわけですよ。それはロンリネスじゃなくてソリティウドなんですよ。いい孤独なんですよ、それって。よくよく考えてみると、友達もいない、恋人がいない人って普段からそういう行動してるんですよ。本当に友達と一緒にいるのが好きで、飲みに行くのが好きでってなったら、大抵の人はね、友達から誘われるんですよ。で断らないんですよ。誘われたら断らないから行くから次もあるんですよ。でいろんな人と LINE 交換したりするんですよ。だけどそもそも一人時間が好きな人って誘われても断るんですよね。で断った結果、多くの人が孤独になってるんですよ。でもそれって元を正すと、断ったのって自分ですよね。でそもそも自分時間満喫できるから、例えば一人で映画見たい思ってた、そんな時に友達から飲みに行こうよとか、ちょっと断っちゃうとか、あんまり積極的に行かない。で、一人時間で映画を見たり、満喫したりとかしちゃう。その結果として孤独になってるだけ。これはいい孤独なんですよ。で、このいい孤独のメリットって結構あって、まず自己成長に時間かけられる。まあ、例えば仕事でもいいし、学生の人でもね、恋人がいる、友達がいるなるよりも勉強できたりとか、いろいろするわけですよ。2つ目、友人恋人付き合いでお金がかからない。まあ、お金がかからない、これも結構ポジティブな孤独のメリットなんですよね。3つ目、好きな場所に自由に行ける、これもそうだし、4つ目が他人に気を使わない、ストレスがない。望んで無意識的に孤独になってる人って、これ求めるんです。これを求めた結果、皆さんは友達いないんですそう、でもそれって皆さんが心から欲してたことなんですよ。ドナルドさん、個人的にはソリティウドなタイプだなと思ってます。そうなんですよね。で自分は望んで孤独になってるんですって認識をしてる人は、孤独でも幸せなんです。幸福度高いんですよ。だけど自分は実は望んで孤独になってるんですのくせに、それを自覚せず、私友達いない、寂しいみたいになってる、思っちゃう人はめちゃくちゃ幸福度低いんですね。だから孤独で辛いんじゃなくて、自分が孤独が好きです、それを認識した上で孤独でいることは、実は精神衛生上問題ないんですよ。むしろメリットなんですよ。ドナルドさん、誰かと会う約束をしたものの、当日や前日になると会うの面倒だな、その会う時間自分のためにいろいろできるなって思っちゃいます。いやこれね、本当にそうですよね。本当にそう。いやこれね、結構僕もそういうタイプなんで、めちゃくちゃわかりますね。だから結構僕本当に友達全然いないとかもよく言ってるじゃないですか。だけど僕ね、超幸せなんですよ。だから孤独イコール必ずしも不幸なわけじゃないっていうところが重要で、例えば友達と飲みに行きますって言ったら、まあ5000円から1万円ぐらい例えばかかるとしますね。じゃあ5000円かかるとしましょう。それを例えばじゃあ2時間とか行ったら5000円が減るんですよ。だけど2時間なんか自分のために何かやったり仕事したら5000円プラスになるかもしれないじゃないですか。プラマイで考えると1万円違うんですよね。例えばじゃあお財布の中に1万円入ってますってなって、飲みに行ったら5000円使っちゃうから、お財布には5000円しかないじゃないですか。だけど
飲みに行かずにその2時間で何かを仕事をしたり何か自己投資をしたらそれが5000円になってるかもしれないですか。そうそう、お財布の中に1万5000円入ってるんですよね。プラマイゼロで言うと1万円違うんですよね。なんかこれ額がもっともっと大きくなってったりとか大きい仕事をしようとかって思ったらもっともっと増えるし、なんかとかそうやって考えると結構ね、孤独ってのも悪くないんですよ。で、皆さんが孤独なんだけどポジティブな孤独、ここで言うソリティュードな孤独を望むタイプなのかどうかってのを簡単に質問紙でね調べることができるんですよ。これに答えてって点数が高ければ高いほど実は孤独なんだけど点数高い人ってのは孤独でいることを実は望んでるんですよっていうタイプです。だから結構ね、孤独孤独、私友達いませんとかって言ってる人もこれ当てはまる人いるんですよ。根は孤独を求めてるんだから、逆に友達を増やそうと思って友達が増えて友達に時間を取られると自分の時間がなくなると幸福度下がるんですよ。だってやりたいことやれないんだから。そうだからね、孤独で辛い人が友達をいっぱい増やせば幸せになるかって言ったら単純にそんな問題じゃなくて、孤独で今辛いって思ってる人は一回自分が何をしたいのかを向き合わなきゃいけない。このね質問書を答えてもらって、その上でです、それでも私はこの質問書の点数がめっちゃ低かったですと、低いってことは本当は誰かと一緒にいたいのに本当に友達がいない寂しい人間なんですよって言うと、ね、それかわいそうな人なんですよ。あ、ね、そういう人は、ね、どうしたらいいかっていうと、あ、ね、もう今すぐマッチングアプリに登録してください。もうそれしかない。行動しないからダメなんですよ。もしくは今すぐ結婚相談所に登録してくださいって話で、寂しがり屋な人は友達なりパートナーがいないと死んじゃうんで、とにかくね行動してください。それは、まあ、冗談というか半分本当で、で真面目に言うと週に1回の習い事をするだけでも孤独感って結構消えますって言われてます。でたまに週に1回とか誰か人間と関わってたら人間って孤独って感じないんですよ。バレーボールです、テニスですとか、なんか野球ですでも何でもいいと思います。スポーツじゃなくてもいいと思いますよ。何でもとにかく週に1回ぐらい多くの人とか何か会って、でその人と喋るっていうのがあるだけで孤独感って減るんですよ。定期的に誰かに会うっていうことを入れてるだけで孤独感は減ります。この相談所はね、僕がねおすすめしてるフレシアっていうところがねありますんで、概要欄に公式 LINE のリンクが、フレシアの公式 LINE の概要欄のリンクがあるんで、これ登録してもらうと婚活市場でのあなたの価値、なんか SABC ランクとかで出るね、そのチェック表みたいなのがもらえるんで、フレシアで入会していただくと、なんと僕にお金がもらえ入ってくるっていうね、なんと素晴らしいシステムでしょう。あ、でもね結構真面目に本当にいいと思います、フレシア。僕基本企業案件受けないんですけど、フレシアはちゃんとね統計を取ったりとかデータに基づいてこうこうこうですよってアドバイスをしてくれるっていう、にいいと思いますよ。あと実はね、ドナルドさんからちょっと依頼がありまして、マッチングアプリのプロフィール文を添削を、まあそういう要望があるならやろうということで、まあ1日100人マッチするね心理学者の僕がマッチングアプリのプロフィール文を添削しましょうということ で、内容がね、まず事前にご自身でプロフィール文と基本情報を作成しておいてもらいます。でそれを送っておいてもらいます。だプロフィール文書いて皆さんでね、であとなんか基本情報ありますよね、なんか性別とか身長とか書くとこあるじゃないですか、それ大体なんか書いておいてもらって、それをまず送ってもらって、でそれで僕が一回確認をした状態で、それでLINE 通話かもしくは Google Meet っていう、まあ Zoom オンラインのビデオチャットみたいなやつですかね。で、添削をして、まあお話を聞きながら添削をして修正をするという、そういうパックを作りました。で、料金が、まあ1回30分で5000円税込みですが、ワンワン大学の方はワンワン大学割引で4000円になります。マッチングアプリのプロフィールはめちゃくちゃ重要なんで、ちゃんと誘導するように商品を売るみたいな。自分っていう商品を売るウェブサイトみたいな感じですよね、通販とか。ここでフックをかけて次の文章読ませて、次の文章読ませて、その文章からメール送りたくなる、メッセージ送りたくなる、結構ビジネス的に仕事と同じような感じで考えて書かなきゃいけないんで、まあそういったところをね、心理学の面とかいろんな面からねアドバイスができるんじゃないかなと思いますので、はい、もしよかったらね、公式 LINE から、これは僕の公式 LINE ですね、プレッシャーに送っちゃいますよ、僕僕の公式 LINE。 とりあえず今日の話をまとめると、孤独な人が幸せに生きるためには孤独には2種類あるんだよってことがめちゃくちゃ重要です。で、自分がロンリネスタイプの孤独を感じてるのか、ソリティュードタイプで孤独を感じてるのかを確認しましょうとね、考えましょうってことですね。ソリティュード、自分が本当は孤独が好きなんですっていうような人間だったら、それは孤独を望んでるので、それ受け入れてください。ソリティュードタイプの人の普段の行動すべてがあなたを孤独にさせてるんです。
で、それは実は自分自身が望んでることなんです。一人で映画見たい、一人で本読みたい、一人で好きなとこ行きたい、一人でご飯食べに行きたいとか、一人で自由気ままに家で暮らしてたいとかね、そういうのがポジティブな良い孤独です。だからそれを孤独イコール全部ネガティブで取っちゃダメですね。まあ、ロンリネスタイプの人に関してはそれはもうしょうがないんで、頑張ってくださいってことなんですよ。頑張ってくださいとか、とにかく週に1回の習い事をするとか、あとまあそれこそマッチングアプリなり結婚相談所なりとかで、とにかく誰かと関わるチャンスを作ってあげる。実はね、ロンリネスタイプの人ってそんなにいないんですよ。孤独な人って結構な割合ソリティュードなんですよ。だから結構ね、これだけでも孤独なのが解決しますよということですね。はい、ということです。習慣化の心理学とかでね、資格の勉強しよう、ダイエットしよう、筋トレしよう、やっぱり3日坊主でね終わっちゃうと。新しい習慣を身につけるときに、新しい習慣をもう自分が習慣化しているものとくっつけちゃいましょうっていうのが必然ルール。 MBTI についてちょっともうちょっと深く話していこうと思うんですが、 MBTI さっき言った通り類型論です。類型論は基本的に現在の科学だと否定されてます。なんだけれども、じゃあ MBTI 自体は合ってるのか合ってないか、僕も実際実験してみるんですけれども、 MBTI って結構うまく性格を反映してたりするんですよ。